今回ご紹介するのはこちら、美術手帳です。美術手帳、1948年から刊行されて毎月出てます。なのでだいたい70年ぐらい昔から刊行されてます。で、最近だと、本ももちろん買う人はいるかもしれないんですけど、最近はやっぱりウェブとかが多いと思うので、ウェブ版の美術手帳だったりとか、ツイッターとかインスタグラムもすごい熱心にやってます。そう、ネットの美術手帳がすごい分かりやすくて、バンクシーって誰展開催延期ですって。2020年夏だって。マジか、言わないよな、みたいな感じですぐ情報を入れれます。で、美術手帳が近現代とか、最近のアートの動向を結構ピックアップしてるので、これを読んどけば最近のアートだったりとか、今やってる展示会だとか情報がすごい入ってきます。で、最近は美術手帳 ID というサイトも立ち上げて、それは美術版 SNS みたいな感じで、好きなアーティストをフォローしたりとか、好きな美術館をフォローしたら、その情報がすぐ手に取るように分かるという美術手帳 ID というのも最近は出てます。で、70年前から毎月やってるので、今の時代だとこの本は昔なんですけど、その当時だと最新のアートを取り扱ってて、こちらの2004年の4月の本だと、今世界を動かし始めた最新アーティスト100人みたいな感じで、最新の情報が手に入って、今見たら、こういう時にこのアーティストが取り上げられてたのかと、すごい貴重で情報量も多い本です。なので、もしよければぜひ美術手帳の Twitter なりインスタなり SNS フォローしてみてはいかがでしょうか。今回ご紹介したのはこちらの美術手帳でした。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。